はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずピサロが仲間になったんで、ちょっとピサロを見てみましょう。せっかくなんで。お、いるな。攻撃力201って強くねえか。主人公いくつだっけ。184だもんな。テリーは184。あ、やべえ、ピサロ強えわ。で、技は？お、魔法も使えるんだ。これは一軍昇格あり得るぞ。闇の剣、ヒットポイント吸収、蛇の剣、全体攻撃もある。ヒットポイントは減るけど、まあそもそも魔法使えば全体攻撃はこと足りるわけだからな。え、どうしようこれ。魔法も使えて普通に特殊技で全体攻撃もあるという、これはテリー外れるか。ユーフィーは回復があるからな、ちょっと外せないから、テリーだな。ちょっとあと装備見よう。装備、エンハンスモード。ああ、盾は装備してないのか。ってことはテリーの盾でも奪ってちょっと変えよう。そうするとテリーは一応馬車に入れときたいから、アーロンかクラウドだな。そうするとどうしようかな。クラウド外すか。全体攻撃が今のところ持ってないからな。クラウドとピサロをまず一旦入れ替えて、でピサロとテリーを入れ替え、でテリーはちょっと装備を外します。ドラゴンシールド外す、命のリングもちょっと外します。まあ鎧とかは大丈夫でしょう。でピサロに装備させよう。まずドラゴンシールド、おお、いいね。でアクセサリーはどうしようかな。普通に命のリングでいいかな。まあこれといったものがないんで命のリングで。よし、これでいきましょう。しかもレベル25でこれだもんな、強え。OK と。じゃあちょっとパーティーはこれでいきます、これから。まあプレステ版とかのデスピザロはザオリクとか、要はクリフトの上位版だった気がするんですけど、まあそこまでのキャラではないですね。回復魔法は使えないと。で今回ちょっと1回分を使って、まあ鍵を手に入れたんで、鍵回りの旅に出たいと思います。まずはラダトームで、鍵回りの旅が終わったらちょっと小さなメダル交換して、またちょっとコロシアムをやって、まあいい時間かなと思うんで、まあ、今回は多分物語の進行はちょっとないと思います。ここ押し、小さなメダル早速ゲット。雷神の盾、守りの種、そうですね。あと種もちょっと使っていきましょうか。フレームシールドを雷神の盾、雷神シリーズだな主人公で。そっか、あとここの地下に扉があったので地下に行ってみましょう。こっちでしたね確か。まあ、ちょっと宝箱じゃなくて鍵の位置はあらかじめ調べてあるんで、まあそこだけサクサクサクっといって要件だけこなしましょう。私を倒しに来たというのか。しかしお前の相手をしている暇はない。1分だけ時間をやろう。それでもいいか。問題ない、1分過ぎたら容赦なく切るぞ。それでもいいのだな。別にいいよ。この1分ってなんでそう決めてるの。とりあえずこれはもう3打が雷槌で攻める。でこいつは雷神ピサロどうしようかな。攻撃と3打がどっちが強いか。うおー、斬鉄剣使ってくんのかよ。生き残った。こいつはもう雷神装備してるから大丈夫でしょ。雷鳴剣かピサロ。とりあえず3打がを打とう。くーらい、217、いいね。大丈夫かこれ、残り半分だぞ。わか、痛い。くらい、よし、サンダー入った。サンダーが232。あ、ヒットポイントはそこまで多くないか。最悪バーバラのマダンテを投入しようかなと思ってたけど、まあ、そこまでのあれではなかったな。お、斬鉄剣手に入れた、マジで。しかもフォズかよ。オーディーン、
これは使える人は決まってるんですね、召喚獣は。ちょっと斬鉄剣こいつ装備できるな。244とか超強いんだけど、防御力が下がるな。一撃必殺オーディン愛用の両手剣。あ、そういうことね。両手剣だから盾が外れるんだ。いやーでも、ドラゴンメールで不爆破かかってるからな。147ってどんな感じなの？ビビいくつだって？ 121 か。ユフィが140。あー150あるな。やっぱり盾装備できると、ちょっと防御力上がるな。でもまあこのまま、行きましょう。攻撃力が格段に上がったんで。で、ここは、大丈夫と。で、あとは、アレキサンドリア。一回ちょっと宿屋で寝たいですね。どこだっけ？久々にこの街来たな。宿屋で寝て、10円とか超安い。赤字経営の宿屋だな。で、オーディン倒したんで一応セーブはしましょう。で、城の地下に、アレキサンダーがあるみたいなんで、まあ、そいつも多分、戦闘にはなると思うんですけど、まあ、今回、攻撃力がめっちゃ上がってますからね。おお、敵出んのか。地獄の門番みたいなやつが出てきてんな。ん、今サンダーあんまり入んなかったぞ。うん、そうだな。くらえ94。攻撃力結構上がってんな。うわー、マホトマジかよー。ビビー、マグマの杖がある。しかしピサロどうしよう。とりあえず攻撃しとこう。こうクリティカルが出た。ここには、ああ、敵が出た。お、格闘パンサーじゃん。とりあえずサンダーバでいいや。あ、そろそろ雷神とか買い足しときたいな。斬鉄剣ミスが多いとか、そういうことはあるか？ただピサロちょっと遅いな。まあ、これで早かったらとんでもねえキャラだからな。そこは目をつむろう。セーフティービット。セーフティービットってなんだ？アクセサリーの死なないってやつかな。こいつは手裏剣を投げよう。手裏剣も10個切ってきたか。おお、もしや今デスの効果が発動した？斬鉄剣。セーフティービットをちょっと見ましょう。あるな。石、ゾ、シ。うん。結構いいな。状態異常も結構鬱陶しいですからね。最終的にはリボンみたいなのもあれば装備したいですけど、下は？ない。無駄足になってしまった。あ、これは何？ヘルゴースト。ヘルゴーストといえば、ファイガ。アンデッド系は炎に弱いというのが相場。ここで決まってくれ。よーし。で、あそこに行くとなんか下のでっかいとこに行きそうだからな。マグマの杖でいいんじゃないか。これは。これで多分ヘルゴースト仕留められるっしょ。よし。で、こいつもマグマの杖でいいや、また。OK。あー、右にもなんかあるな。ちょっとこれ一回。あ、この大広間なんか、普通に先に進みそう。お、宝箱だ。よかったよかった。おー、小さなメダル。多分小さなメダル何個かは、さすがに取り逃してると思うんで。回収できるものは回収していきたいですからね。これ多分戦闘になるから、ベホマ全員撃っとくか。よし。これでいいでしょう。お前たちは何者だ？
我はこの城に眠る召喚獣アレクサンダーを守る者なり。封印を解かんとするならば見事我を倒してみせよ。こいつらの基準は全部あれだな、従わせる系だな。これ絶対サンダガ系は吸収されるな。ファイガから打とう。ほら、あ、でも炎も吸収されるか。あ、吸収された最悪。水は、あ、水は大丈夫だ。こいつはもう攻撃しよう。あとなんだ、ブリザが、水は普通っぽかったかな。あ、ブリザガだな。ってことはピサロどうしよう。これどっちが強いんだ、ブリザガと攻撃系は。魔力は格段に高そうな感じはしないけど。あ、マジか、これリレーズ持ちか。あ、ヒューリー、お前の体に乗り移ってやる。そしてお前が死を迎えた時に私はまたこの姿を現すだろう。マジか、めんどくせえな。手裏剣をじゃあ投げ、味方に投げらんねえし。え、どうしようこいつ。やることなくね。だって、ブーメランだから味方にも攻撃できないよね。血祭り。味方に攻撃できない。やることがない。さて、誰に乗り移ったからな。とりあえず、殺せそうなやつから越していこう。ユーヒー、お前だ。じゃあ、ブリザガで。ほい。まだ生きてるか。てかさ、俺フェニックスの何個持ってたっけ。デスピサル戦ですっげえ使った気がするんだけど。違ったー。ビビが殺せそうだな。ちょっとかわいそうだけど、ビビ死んでもらおう。どうしよう、ちょっと生き返らせてからにしよう。フェニックスの2個しかない。これまずくないか。で、ピサロで、ちょっとヒットポイントを吸収して殺そう。ひどい。あ、やばい、ユフィも死んだ。しかもちげえし。マジか、ちょっとこれは、1個しかない世界樹の葉を使ってビビを蘇らせよう。勇者かピサロか、そうすると、勇者の方が減ってるかな。165。おー、来た。うーわ、これまずいな。マホトラまで使ってくるのか。こいつはちょっと勇者を復活させて、もうなくなったぞ。ブリザガを単体で撃つ。320。ホーリーとかマジか。うわ、残ったクオータが死んだ。やばい、これはまずい。全滅する恐れがある。これはもう攻撃するしかない。てかフェニックスのがそもそもない。うおー、青オタがガー、これは死んだな。あ、死んだー。マジかー。バーバラを投入しよう、この戦闘だけなんで。ちょっとお金が減ってるんでタイトルに戻って、あ、最初からしちゃったー。間違えた。これね、戻れないんすよ。ちょっと連打して、これはカット。懐かしい。冒険をやめる。これだな。で、パーティー編成でユフィ外そう。ユフィの代わりにバーバラを入れる。OK。よし。で、早々にマダンテをぶっ放して、できればヒューリーが来る前に、ヒューリーが来るから、アイテム買っとこう。ヒューリーが来る前に倒したいっちゃ倒したいんだけど、ことはそううまくいくかどうかわからないんで、アイテムを買いましょう。キメラの翼ちょっと買い足していこう。10個くらい。思い出の鈴虫と10個くらい買っとこう。金あるし。テントも10個くらい買っとこう。で、聖水もなん、あ、聖水って、あれか。ゾンビを直す。てか、キメラの翼、キメラの翼じゃねえや。フェニックスの売ってねえし。もう、他の街行くのめんどくさいんで、いいや。アレクサンドリアちょっと舐めてたな。
そうか、そうするとダンジョンをちょっともう一回やり直さないといけないので、ちょっとダンジョンシーンはカットしますか。いきなり敵も出てきたし、あれ変なやつがいる、スカウター的なやつがいる、レベリッカー。こいつはあれ、うおー、まあ、ほとんど全体かよ。マグマの杖を使うしかない。バーバラがな、弱そう。あれ、バーバラの杖は何も使えない。ムチ、あ、ムチ盾かで、こいつ暗黒剣、ジャの剣使ってみよう、どうせなら。おーら、暗黒だな、完全に強いめっちゃ強い。じゃあこっからちょっとカットします。はい、というところでアレキサンダーの前に来たので、とりあえず回復をさせましょう。アモールの水とかも全く買ってねえな。で、なるべくマダンテの威力を上げたいんで、ちょっと普通の戦闘でマジックパワー使っちゃったんで、バーバラのマジックパワーを回復させよう。魔法の先生あんまり使ってないからな、大丈夫でしょ。よーし、この俺に立てつくとは全く。究極の禁断の魔法の力を見せてやる。もう弱点は知られてるからな、サンダがじゃなくてブリザがよーし、370で魔法剣、雷鳴剣、暗い斬鉄剣の雷鳴剣だ、間違えた雷鳴剣じゃねえやブリザがだ、土地狂ってんな俺行くぜマダンテ、くらえー784。これでピサロがブリザガを撃てば終わりだ。マジで終わったいや究極だなマダンテ。もうバーバラのお役目ごめんだけど、これでグラディウス、これはナイフ系か。あ、アレクサンダーはユーナっすね。ちょっと一応見てみよう。アレクサンダーを倒してグラディウスを手に入れて、グラディウス装備できるやついるか、いないな。ま、いいや。じゃあちょっと思い出の鈴を使って出て、で、あとはダーマ神殿ですね。ダーマ、ダーマ、で、一応鍵的にはこのダーマ神殿で開けられるところは最後みたいなんで、で、この左のバリアゾーンと右のバリアゾーン、おお痛い、不思議な木の実、小さなメダル、あとは右のバリアゾーンを取ったら、メダル王の城に行って寝て、でまた格闘場行って少しアイテムをゲットしますか。いらーい、おお風魔手裏剣やった。あ、風神の盾、なんか雷神の盾とか、あ、そら、こいつ盾装備できねえんだもん。あ、ドラゴンシールドなぁ。不満派かかるのがいいよなぁ。ちょっと外に出てキメラの翼を使っていきますか。あれ、こっちじゃなかった。どこだ？あ、ここだ。まあ、どっちでもいいんだけど。よし。で、キメラの翼で、フェニックスの買い足しとけばよかった。メダル王女。なんかをもらいましょう。なんだっけ、次誘惑の剣だ、43枚。おーし、誘惑の剣ってさ女性用じゃなかったっけ。あー、奇跡の剣欲しい。
あともうちょい、そう、最後の鍵が手に入ったらここっすよね。無理、開けられない。お、ホイミン、とりあえずアモールの水を20個くらい買っとこう。で、フェニックスのも10個くらい買っとこう。5000円も減ってった。ここ宿屋あったっけ、そもそも。あ、ここでテントで寝よう。贅沢な使い方だな。テントいくらだっけ ?200 円か。あ、一応セーブしとこうっと。さ、それで、竜のコロシアムに向かいましょう。フェニックスのじゃない。なんか今回すげえ、ミスってんな。なぜか知らないけど。これはもうピサロでいいでしょう。魔法も使えるし。なんでピサロに、相手のリングを装備させて、相手のリング。あ、風魔手裏剣。これいける。ちょっとかけよう。もったいないけど。何になるんだ。おお、強そう。これどうしようかな。魔法で攻めるか。それとも、暗黒剣を使った方がいいのか。80。うわ、やばい。うわ。どうする。これを使って回復させよう。ほら。強い。俺はもう無敵だ。痛い。あ、ディレイだ。やばい。うお、レイズとかマジかよ。きたねー。どうしようかな。いや、回復が先だな。2。そうか。ヒットポイント分しか回復できないのか。あいつはヒットポイント50だから、ユニコーン先に攻撃して、よし。おお、ホワイトウィンドって自分のヒットポイント分でしょ ?30 か。ってことは今60になったわけだから、これで回復して、で、こいつは多分ヒット100ちょいだな。ちょっと苦戦したけど、倒した。お、ピサロ強えわ、マジで。風車、あ、やった風魔手裏剣の多分上位版っすよね。風車ってなかったっけ?あったよな。これもかけられる。行くぜ。おお、絶対無理。これ鉄巨人でしょ。いや、無理だよ。サンダが、とりあえず。288。効くなー。てか、マジックパワーは回復してない。一刀両断。ゴー、164。これは回復だ。くらえ。一応、多少は持つけど、次持たないな、多分。100、あ、いける。よし。鉄巨人遅いな。おお、これでちょっとしのいでいくしかない。痛くない。あぶねえ。マジックパワーが尽きるのが先か。いや、もうちょっとサンダごとくらえ。288。よーし、ウィングエッジ。あれ、ウィングエッジって装備するやつじゃん。ユフィのブーメラン系かな。てかユフィ入れてねえし。ちょっと回復させよう。寝よう。あ、ちょうどいいところに宿屋が。ただその代わり風魔手裏剣を失っちゃったからな。これはちょっとピサロで無双はいけそうだな。誘惑の剣も早速いけんじゃん。かけちゃおう。これね、多分悪いのになるってことはないんで。またこいつかよ。懲りねえな。2回撃てるな。で、ちょっと回復はもう早めにやっとこう。怠慢ならもう負ける気がしない。このマジックパワーある限り、俺の命は尽きない。そろそろね、2回いけるはず、いけない。お、ラッキー。命中率も少し低めかな。よーし。お、セーブザクイーン。これあれじゃん、ディフェンダーみたいなやつじゃん。え、セーブザクイーン主人公装備できねえのかよ。ピサロは、あー、装備できねえな。
じゃあアグリアスとかかな。また寝よう。ちょっとピサロはマジックパワーが生命線なんで、一回一回回復させないと。あとブラッドソードもいけるな、ピサロ。あれゾンビキラーなんかにしたんだっけ。サンダーが打つか。141急降下170。しかし回復できるんだよ私は。これは闇の剣をちょっと主体にして、少しマイナスになってるからな。こいつ素早さが遅いってことはなんかなさそうだからな。150から170くらいか。あ、なんだこれ。あ、やった、ラッキー、弱い全体攻撃だから弱いぞ。これはだいぶ稼げたな。てか、しぶてえな、こいつ。おーい石になったよ。これね、死ぬと全回復するんですよね。じゃ、ちょっと、ブラッドソードいけそうな気がするけどな。まあ、今回見送りましょう。アサシンだわ。いや、いいね。アイテムがどんどん強くなっていく。アポストロール3人ってくるとな。結構きつそうだな。一体ずつ倒していこう、これは。メダパニーマとか効くのかな。ちょっとメダパニーマ撃とう。くらえ、どうだ、もう一匹こなした。もう一回メダパニーマ撃とう。ミスか。おお前混乱してんじゃねえのかよ、ふざけんな。ちょっと一応暗黒剣粘るだけ粘るか。え、どういうこと。暗黒剣2発じゃ無理か、さすがに。これ死んだな。マジックパワーが足りない。あ、3発でも無理いって1とかいっぱい出てくるとちょっときついな。どちらかっていうと怠慢の方がやりやすいな。ちょっとフルボッコになるからな。あ、雷神の盾フレームシートとかもあんじゃん。これアイスシートとかになるだけなんじゃないの。雷神の盾、風神の盾、ゾンビメール。マジカルスカートちょっとやりたいな。お、このパターンだ。このパターンどうしようかな。まず暗黒剣を全体に打って、おーら。うお !266 って、めっちゃ強い。なんか属性あんのか?これ、闇属性?これはもう決まったな。モアホトーンなんて無駄だよ、無駄。よーし。不思議なボレロだ。これ、いいかもな、ビビに装備させんの。ちょっとまた寝よう。いや、なんか夢が広がるな、これやってると。次。縦系をちょっと、あ、不思議なボレロもあるじゃん。あ、マジカルスカートもう一個あったか。どうしようかな、そうするとかけちゃおうかな。不思議なボレロは、一個欲しい気がするんで、手元に取っときたいっすね。あー、変わってる、大魔神。くらえ。うおー、早いな、あいつ。いけるか、ちょ、もう一回。30くらい減るからな。あ、一掃できた。よし。で、これで、まあ、ちょっと普通に回復させて、で、不思議なボレロかけましょう。ピサロ。うお、またこれ強そうなやつが出てきたな。ファイが効くか。ベルゼブルってもう名前からして強いじゃん。回復した。おお、マジか、フレア。おお、214。これは、回復が間に合うか。100しか当たらない。214さっき食らったの。死ぬな、これ。うおー、250はきつい。これはちょっときついな。はい、次。ちょっとゾンビメールかけよう、じゃあ。あ、これは、どうなんだろうな。ファイガーの方がいいかな。なんか、いけそうな気がする。こいつら。1体だけ倒すとこ先に。
集中攻撃食らうからな。あ、ドレイン86か。グラビデとか結構ね厄介なんだよね。ほらちょっと俺もドレイン使うか。59か。やべ、これは意外にやばい。グラビデがすげえ厄介だな。おー、もう一回かかるか。てかこれパターン一緒だな、前のやつと後ろのやつ。でもグラビデ使ってる限りは死ぬことないんで。ドレイン使ってきた。やばい、84か。これ確か40くらいだからな。マホトラか、よし。最悪まだ持つな。あと2回、これであと1回しか打てない。よし、危ねえ危ねえ。黒装束、ゾンビメールが黒装束になったっていうのだったらまあいいかな。あとなんだ、盾か。風神の盾、これをちょっとかけよう。せっかく持ってるんで。魔法おばば系か、どうしようかな。先にな、一体仕留めてくってのもやっぱ手なんだよな。3人からの集中攻撃が結構きついんで。お、早い、やっぱりだ。200か。そうすると暗い。エリザが耐えられるか。162は大丈夫だな。おお、これで1体始末してくれ。よし、っていうか危ねえ、ヒットポイントなくて吸収できてねえし。これね、130には食らわないで終わりだな。攻撃して OKOK。 雷神の盾、あ、ここら辺のやつはループだな。雷神、風神、フレームシールドとかは。なんでまあこんなもんでいいかな。じゃあちょっと種を使おう。まずヒットポイントはちょっとビビだな、少ないから。で、不思議な木の実バーバラに託すっていうのもいいかもしんないな、これ。マダンテ要因として。で、力の種はもうこれ自分に使う。守りもちょっとビビだな、ちょっとビビ優先。魔力もピサロっていう手もあるけど、やっぱビビだな、やっぱり。で、素早さ、魔法キャラ早い方がいいから、あ、ピサロに使ってもよかったかな、まあいいや。で、とりあえずドーピング剤はこんなもんか。あとちょっと装備を手に入れたんで、黒装束あるな。あ、超強え。めっちゃ強えんだけど。闇死、これいいな。ちょっと装備しよう。はこのままでいいか。これもこのままでいいか。あとビビ、カメレオンローブ、あ、不思議なボレロは受けた魔法をマジックパワーに変換する。え、これ自動マジックパワー回復じゃないんだ。そうか、じゃあちょっといいかな。別に受けた魔法をマジックパワー変換だったらカメレオンローブの方がいいよな。一応バーバラにじゃあ装備させるか、どうせマジカルスカートだし。何も装備してなかったんだな。完全にマダンテ要因だな。装備が貧弱すぎる。あー、まあいいや。で、ピサロは、まあ、ピサロはもうこれでいいだろう。ドラゴンメールか。少し素早さ上げるか。でも素早さ2上がって防御10下がるかんな。ちょっとあれだな。あ、こいつを、いや、ピサロをこれ先制攻撃に持ってくるのいいんじゃないか。で、ビビに、一応、どうしようかな。状態異常、なるとちょっと、嫌だから、セーフティービットを装備させとこう。よし。これで、とりあえず今回は、大丈夫かな。というところで、まあちょっと物語の進行はなかったですけれども、まあ、かなり装備の方が充実してきた感じがするんで、また次回やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。